せに走り出す街の中叩かれたいつものように肩を君に夢中なことに訳なんてないのにその決勝リーグ進出をかけた強豪松陽との激戦に疲れの見え始めた三井は松陽長谷川の徹底したマークに遭い、さらに疲労の度を深めた。しかし触るな。こういう展開でこそ俺は燃えるやつだったはずだ。追い詰められるほどに力を発揮する負けじ魂に火がつき、持ち前の自信を取り戻した三井は起死回生のスリーポイントシュートを決めた。東北は後半4分を残して58対55の3点差に追いついてきたのである。まだ錆びついちゃいなかったようだな。ああ、おめえはどうした赤木、まだゴリラらしい暴れっぷりが出てねえんじゃねえか。抜かせ。退場目前、花道ピンチ。俺だけ目立ってない。なんとかしなければ。まだいたのか。退場しないで。ここは一発スラムダンクしかない。スラムダンクしか。しかしファール4つ。よし、いける、いけるぞ。3点差よ。松陽を倒して決勝リーグ進出だ。さすが三井さんや。あのスリーポイントは要チェックやで。三井久志、 MVP の実力健在か。打った瞬間にもう入るのを確信してた。大した自信だな。ラスト4分を切ってこりゃもうどっちに転ぶか分かんねえぞ。答えは一つ、強い者が勝つ。三井のスリーポイントシュートで一発同点だぜ。ミッチーに打たせろ、ミッチー。あん時はムカついたけど今は好きさ。ミッチー、ミッチー、ミッチー。はい、皆さんご一緒に。ミッチー、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 あいつら。私たちも負けないわよ。ルカワ、ルカワ、ファイト一発。ルカワ、ルカワ、ルカワ、行かせてない。まったく、松陽の応援はいつもこうだな。どっちが勝つか、これで五分と五分。
リバウンドの桜木がフォーファールをしている分、まだ湘北が苦しいかな。どちらが決勝リーグに出てこようと、勝つのは俺たち王者海南だ。そういうこと。おらおら、どうした、フォーファール。くそ、会場男なんかには取らせねえぜ。桜木、菊田。フォーファールの桜木花道はあと一つで退場。積極的なディフェンスができないこのポイントを翔陽が見逃すはずがない。それ、うっ、さすが藤間、絶妙のスティールにパス。どうする湘北、この穴は大きいぞ。ファールを怖がってるな。しかし桜木には一分でも長くコートにいてもらわんと困る。翔陽は藤間を除く全員が190台、ジャンプ力のある桜木が抜けると高さのバランスが崩れて一気にやられる恐れがあるからな。桜木んとこが穴だ。桜木を狙え。穴だと。ディフェンス一本、ボール取りに行くぞ。さあ来い。花道、桜木君。くそ、くそ。今度こそ止める。ボールには触れなかったがバランスは崩した。落ちる。さすが中学 MVP 三井恐るべし。ジン、あの三井どう思う？同じスリーポイントシューターとして。いいリズムで打ってますね。今は外す気がしないでしょう。一度入り出すと止まらなくなるタイプじゃないかな。俺と同じかな。どうした、5点以内に抑えるんじゃなかったのか。今ので20点だ。まだまだ行くぞ。来い、俺に来い。翔陽はファール4つの桜木のところから崩していく作戦か。当然だな。桜木さん、やろう。
俺がフォーファールで手出しできねえのいいことに。しかし分かっていても手が出せんとは。くそ。止められるもんなら止めてみろ。なに縮こまってんだ桜木。Guys, you feel like the wind when you've got the ball and go to the basket. Let's go for it. It's cool to be with your brothers. キング白11番ルカワ。ナイスフォール。ルカワ君。このガキは。大丈夫か。ああ。ルカワ。ルカワのやつ、桜木のところから攻めてくるのを読み切ってたな。ああ、惜しかった。桜木。ツーショット。外れた。どんまいどんまい。次決めていこう。取るぞ。ああ。外れて。おお、今。おお。何？ルカ！行け！三井！速攻！カウンター！よし！藤間！藤間！おい！三井！諦めたらそこで試合終了だよ。バスケがしたいです。ナイスパスだった。当たりめえよ。あとは任せろ。
おい何縮こまってやがるらしくねえんじゃねえのか。ナイスファイト。よくやったぞミッチー。ブラボーブラボー。後半残り2分30秒スコア60対60、20得点、うち3ポイント15点という数字を残して三井久志ついにコートを去る。すみません先生。三井君、君がいてよかった。先生、同点。ちょっと前までは12点も開いとったのに。三井、中学時代そのままの正確なシュート、そしてあの精神力。監督、どないなりますのやこの試合。ここから先はバスケットボールの技術を超えた領域の戦いだ。あとは湘北と湘陽の精神力の勝負。おそらくどちらが勝つにしてもこの試合に敗者はいない。メンバーチェンジ、湘北。頼みますよ小暮君。はい。小暮先輩、ファイト。よっ、しっかりメガネ君。ミッチーの分も頼んだぞ。おい、なんか雲行きが怪しいぜ。あ、ルカワと。どうしたのかしら、ルカワ君と桜木君。また喧嘩でも追っ始めたんじゃねえだろうな。え、まさか。でも、なんたって花道だから。そうそう。そんな、まさか。なに縮こまってやがる。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 らしくねえんじゃねえの。くんねえ。の、ご、ゴンテ。桜木。花道。桜木くん。コートに頭突き。相変わらずめちゃくちゃだな。これで桜木もらしくなるかな。誰が縮こまってるって。おめえだとアホ。てめえには負けねえぞ。口だけ男。出た湘北名物意地の張り合い。こんな時にいい加減にしろ。お前らの敵は商用だ。勝って海南と当たるのは俺たちだ。そうだ、決勝リーグ一番乗りは商用だ。抜かせ、行くぞ。絶対か。桜木くん頼む、勝ってくれよ。見ててくれ三井。やるぜ彩ちゃん。負けねえ。勝つ、絶対勝つ。
ファールがどうした？俺は天才だから大丈夫のはずだ。三井の執念がついに湘北を同点に導いた。残り時間2分30秒。湘北にとっても、そして桜木花道にとっても、そのバスケットボール人生を決定づける時が近づいていた。ラウンドの桜に稼ぎ頭スーパールーキールカ、このルーキーコンビは県内トップクラスリバウンド王のこの俺がファールなんか怖くねえ。この一発でルカワも翔陽も黙らず。体で止めろ花形、フリースローならそいつは入らない。スラムダンク花道熱きダンク、見てくれよな。